ようございます、今日はですね、つくばサーキットに来ております、2021年の12月21日、今日はこちらでこのウィズミーのデモカーであった K20、 本当はね、いろいろやりたかったんですけどね、なかなかやってる時間がなくて、本当は、今ね、ローダーで積んできておりますが、実際にはストリートちゃんと車検を通して今乗れる仕様なんですが、サーキット用であればやっぱり触媒は交換したいなっていうのと、ブレーキ周りは夏場に向けてですね、本当は強化ちょっとしておきたいな、プラス、まあ、リミッター解除と、いくつか車検をね今通せる状態の街乗り仕様なので、もうちょっと本格的にサーキット仕様に、ね、していきたいなと思ってます。ということで、年末のですね楽しいテスト、もし2秒台が出ることになればですね、価格をもう少し上げます。私テストドライバーとしてですね、マシンの仕上げセットアップ、ずっとしていっておりますので、タイムによってマシンの値段が変わるっていう、まあ、今だったら今の表示価格で売れますけど、これタイムアップしちゃったら今日は無理かな。あ、でもね、いくつか買わなければいけないものがあって、もしそれ買ったらやっぱりちょっと、ね、少し値段をね上げておきたいなと思っております。それでは行ってみましょう。はい、それではね、1本目の走行行ってみたいと思います。今日はね、スポーツ走行なのでそんなに混んでないかと思ったら、意外と年末たくさん来ておりましたね。楽にタイムが出るようなマシーンはやっぱりね、乗りやすい、ストリートでも乗りやすいですからね。現時点ではね、足張りもねそんなに固くしてないので、こうやってサーキット走りに来てますけど、街乗りでもね楽に走れますよ。これはねやっぱり車体が軽いせい、この車体の軽さでサーキット走っても耐えうるような足回りバネレートってそんなに硬くないんですよね。そういった意味ではね、ワインディングなんかね、本当はねちょっと走りに行ってストリート仕様とどうセッティングの方向性をね変えるかっていうのもちょっと検討したいなと思ってます。水温が60度、タイヤの空気圧はね、フロント右サイドが 1.8、 左サイドが 1.7、 リアが左サイドが 1.8、 右サイドが 1.9 と、つくばなりのですね空気圧にちょっと設定をし直しております。今回私専用にシートとシートベルトを交換してきたんですよ。これはですね、私しか入らない多分シート、ブリッドのシートとね、長さ的にちょうど合わせてあるシロスのベルトにしてきてるんですが、これはちょっと販売の時にはね取り外させてもらおうかな、というよりは私じゃないと多分入らないんじゃないかなと。かなりタイトなので街中なんかは結構厳しいシートになっています。でもね、私としては使いやすいし、マシンがねいろいろ変わっていってもこのセットをねよく使うようにしてるので、そんなところもねタイムに本当は響けばいいんですけどね、やっぱねちょっとねストリート乗るシートではね緩すぎてなかなかね体の固定ができなかったので、今回はマイシート&4点ハーネスをですねつけてまいりました。予選アタックではないのでね、2周目でいきなりタイムを出そうという走りはしないと思います。EG が行ったよ。おいおい。
ら後ろから消えたはずじゃないか、ホンダは。なんかみんなすげえマシンいっぱい来るな。ケータハム、やべえ、こっちより車重軽いわ。絶対にケータハム、このストレートでやってくるよ。多分来ると思う。最終コーナーできそうだな、こいつ。ベストは出たけどね、みんなもうちゃんと走ってよ。あ、また夜になった。はい、今日終了。一応ベストラックだよね、3秒5。ひどいなぁ。はい、今日はなんかね、みんな右往左往して、年末でね、ちょっとジタバタしてるんで、今日はね、危ない。まあ私がアタックして他の人と接触しちゃってもいけないし、でもね、いい線いってんだよな、車もな。車もいい線いってる。もうちょい、最終コーナーのなんであそこで
防げられちゃうラインをね、両方インもアウトもね、うろうろされちゃうのも少し困るけど、その前にね、あのそこでリミッター効いて減速するっていうのが分かってるので、こっちとしてはね、あれはもうどうにもなんなかったな。まあいいだろう。はい、ベストラップ一応出しておきました。コンマ1秒上がったかな。もうちょっとね、もうちょっと今日上げられると思ったんですけどね、まあこのぐらいにしておきましょう。はい、以上、終了。そのままローダーに積んじゃいます。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。